はいどうもテルです。本日はユニクロの期間限定価格の紹介です。6月25日金曜日にユニクロの一部のアイテムが期間限定で値下げになりました。約2週間の感謝祭が終わり、終了後最初の期間限定価格、アイテム数は少なくなりましたがお買い得アイテムがあります。感謝祭でも安くなったアイテムもあるので、やはり毎週の期間限定価格も見逃せないですね。特価品お買い得アイテムをいち早く知りたい方はぜひ私のインスタの登録をおすすめします。私が気がついた時にストーリーで情報を流しているので、早い段階で特価品を知ることができます。今回の期間限定価格の期間は6月25日金曜日から来週の7月1日木曜日までとなります。またオンラインストア限定商品以外は店舗に在庫があれば店舗でも同じ金額になっていますのでご安心ください。今回紹介するアイテムは下の概要欄に URL を載せていますので、簡単にオンラインストアにアクセスできます。気になったアイテムは URL から飛んでお気に入り登録をしましょう。それでは今週の期間限定価格をピックアップして紹介していきます。まずはこちらセオリーコラボ感動ジャケットです。定価7990円が5990円の2000円値下げの期間限定価格です。カラーがグレー、ブラック、ネイビーの3色展開です。オンラインストアでは全カラー比較的在庫があります。東レと共同開発した速乾、伸縮、軽量の機能を兼ね備えた素材を使用。軽くてストレッチ性も優れているので動きやすい。滑らかな肌触りで暑い日でも快適に過ごせる。すっきりとしたデザインがモダンで洗練された着こなしを演出する。物を落とす心配のないジッパー付きのポケット、内側につけた箱型のウエルトポケットはスマホの収納にぴったり。裏地なしなので軽く羽織れるジャケットです。速乾伸縮超軽量が特徴のユニクロを代表する高機能素材を採用した感動シリーズのジャケットです。発売後すぐに完売になったアイテムが大量再販後の初の期間限定価格。私もセオリーコラボ発売後にブラック、グレーを購入しましたが、よりスマートな感動ジャケットで満足しています。インラインでは毎シーズン発売されていて、やはり素材感が素晴らしく、羽織るとびっくりするぐらい軽いですよね。軽さだけではなく着心地も良く、素材感も悪くないです。仕事にも使え、カジュアルでも問題なく使えるお手軽なジャケット。素材が 100% ポリエステルなところも注目ポイント。ポリエステルはやはり速乾性に優れていて、汗をかいてもサラッとしています。そしてシワになりにくいです。ハンガーにかけずに置いておいてもそこまでシワにならずに最強です。テーラードジャケットはやはりシワがつくとそれだけでかっこよさが半減し、決まらないアイテムになります。またカラー展開も素晴らしく、やはりグレー、ネイビーは素材が 100% ポリエステルなので発色が良い感じです。そしてボタンが2つボタンで良かったです。今季ユニクロ U プラス J でも3つボタンのジャケットが多く、やはり3つボタンだとボタンの一番上だけを締めて着る私にとってはスマートではないです。2つボタンはスマートに決まり、やはり2つボタンですよね。またセオリーコラボはポケットがフラップ付きのベーシックなポケットではなく、縦にチャックがついたサイドポケット、この手のジャケットにはなかなかないポケットで、よりスマートなアイテムになっています。まだ在庫が豊富にある今のタイミングでの購入が焦らず買えていいかもしれません。セオリーコラボの感動ジャケット素晴らしいです。次にこちらユニクロインライン感動パンツです。定価3990円が2990円の1000円値下げの期間限定価格です。カラー種類が豊富にあります。オンラインストアではほぼ在庫があります。ストレッチ性があって履き心地が良く、風合いが上品なウールライク素材を使用。東レと共同開発した素材は糸からこだわって作り上げたユニクロ独自の素材を使用。洗濯後でもシワになりにくいイージーケアなのでお手入れが楽、どんなシーンにもあって着回ししやすいベストバランスのスリムフィット。ウエストストレッチでとても動きやすく、深くかがんだ時やゴルフなどでの腰回りのストレスを軽減。ポケット袋や腰裏には軽くて通気性の良いエアドッツ素材を使い、汗をかきやすい部分を快適に。超速乾、超伸縮、超軽量の機能を兼ね備えた高機能なパンツです。こちらの感動パンツはユニクロインラインのアイテムです。先ほどのジャケットはセオリーコラボでしたので、パンツもセオリーコラボの方にしてほしかったですよね。そうするとちょうどいいタイミングでセットアップで購入できたと思います。ただこちらのパンツも夏に快適に過ごせる最強のパンツ。驚くほどの軽さに速乾性、シワにならず履き心地も最高で、生地感も安っぽくなく、シルエット、フォルムも綺麗で最強です。夏に1枚は持っておきたいパンツ。私はセオリーコラボの感動パンツを持っていますが、ちょっとそこまでの散歩に行くときやワンマイルウェアに自然に選んでしまいます。ハンガーにかけずにその辺に置いておいてもシワにならずにすぐに履けます。このお手軽感もいい感じです。個人的にはドローコー
ードがついていて、よりスマートに履けるセオリーコラボをおすすめしますが、インラインの感動パンツもどんなスタイルにも対応でき、汎用性の高さ、快適さで夏におすすめの長ズボンです。次にこちら、ドライカラー V ネックティクルーネックティタンクトップです。定価590円が390円の200円値下げの期間限定価格です。カラーが豊富にあります。オンラインストアでは比較的在庫があります。汗をかいても乾きやすく、洗濯後も乾きやすいドライ機能をプラス、ネックラインやフィット感にもこだわっているので、1枚でもインナーでも使いやすい、シンプルでいろいろなコーディネートに使える、ドライ機能で肌触りはさらっと快適なドライカラーシリーズです。感謝祭後半にタンクトップ以外が290円の感謝祭価格になったアイテムが、感謝祭終了後に390円の期間限定価格になり、一番使えるタンクトップが加わりました。定価590円でも安く、今回の値下げで税込み390円、ユニクロインラインのアイテムなので全店舗展開アイテムです。そのためオンラインで気に入ったカラー、サイズがない場合は店舗で見つけやすいアイテム、店舗で見つける際は下の概要欄の URL から商品ページに行き、店員さんに商品ページを見せるのが一番早いです。手軽に買えてこんなに安いドライカラーシリーズ、部屋着でも寝巻きでも汚れ作業の時にでもどんな時にでも気軽に使えておすすめです。次にこちら、チノショートパンツです。定価1990円が1290円の700円の値下げです。カラーが10色展開で豊富にあります。オンラインストアでは全カラー全サイズほぼ在庫があります。ビキモーのコットンツイル素材を後染めし、ウォッシュ加工を施すことで独特な風合いを実現、ソフトな肌触りで快適な履き心地、サイドはダブルステッチでよりカジュアルに着こなせるデザイン、太ももから裾までややゆとりを持たせたシルエットなので、ゆったりめのトップスとも合わせやすい、コインポケットや腰裏のシャンブレーパイピングなどディティールまでこだわった仕様、レングスはすっきり履ける膝上丈のショートパンツです。コットン 100% 素材のチノショートパンツ、カラー展開も豊富にあり、いろいろと選べるのもいいですよね。レディースにも人気があるチノショートパンツです。やはりユニクロのチノ素材は頑丈であり、着心地も良くて最高です。キャンプの時に履きたい素材です。ただこちらのアイテムはショートパンツなので、キャンプの際は長ズボンタイプの方にしましょう。丈感は膝上丈なのですっきりと履けます。ただサイズ感を間違えると少年のようになるので注意が必要です。試着をできる方は試着をした方が間違いないです。こちらのアイテムもユニクロ全店舗展開アイテムなので、お近くの店舗で確認できます。ユニクロの店舗数の多さは本当に半端ないですよね。この店舗数の多さもユニクロの強さです。キャンプで洋服が破れたり燃えたりしても、どこかしらにユニクロがあるのでなんとかなります。キャンプやアウトドアにでも気軽に着れるユニクロ、最高ですよね。最後にこちら、 JW アンダーソンコラボリネンブレンドタックショートパンツです。定価2990円が1990円の1000円値下げの期間限定価格です。カラーがベージュ、ブラウン、グリーン、ネイビーストライプの4色展開です。オンラインストアでは全カラー全サイズ在庫があります。ウエストリボンとタックがデザインポイント、ふんわりとしたボリューム感が魅力、清涼感のあるリネンブレンド素材を使用、リネンならではのナチュラルな風合いを生かしたふんわりシルエットで軽やかに見せるショートパンツです。今季 JW アンダーソンらしいナチュラル素材で軽やかなアイテム、後ろポケットにはクラフトステッチと JW アンダーソンロゴ刺繍入りで良いアクセントになっています。ウエストリボンがドローコード代わりになり、結び目で色々な表情が楽しめます。こちらのアイテムをメンズが履くには厳しく、やはりレディースのフォルムですよね。ショートパンツでこの裾幅の広さはレディースでも広すぎだと思います。今季レディースでセットアップで楽しめるアイテム、スカートに慣れているレディースであればこの裾幅の広さはそんなに気にならないのかもしれませんね。メンズだと座っている時にポロリしそうなので諦めてください。以上が6月最終週の期間限定価格をピックアップして紹介しました。この他にもシャツ、ボトムス、エアリズムインナー、小物などいろいろと値下げになっていますので、気になる方はユニクロ公式サイトをチェックしましょう。感謝祭が終わってもユニクロは毎週のように値下げを行っています。この金曜日の期間限定価格がたくさん来るのが感謝祭という感じですね。ユニクロの値下げ品を狙うのがコスパ最強すぎて、ファッションにお金をかけたくない方に本当におすすめをします。来月7月の値下げがすごいことになりそうなので来月が楽しみですね。また値下げになりましたら速報動画作りますのでよろしくお願いします。皆さんお得にコスパの良い買い物をしましょう。それではここまで見ていただきましてありがとうございます。この動画の情報画像はユニクロ公式サイトより出展しています。今後もいろいろな動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とインスタの登録、この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。